安西三天狗その第七回二の二続きから素足わらじに河竹のわがさの前をぐいと下げて七兵衛は走り出した少し風が出て雪は真っ向から吹きつけてくる前鏡の刻み足でどこかイタチのような敏昇さを見せながら十四五町を走ってゆくと 夏井川の橋へ架かる町外れのところで七兵衛は足を止めた旅装束の武士が右手にある甘酒屋の店へ入ろうとしているところだ七兵衛は傘の影から鋭く目を光らせながらその店先を小走りに通り過ぎた店へ入って傘を取った武士の高方にくっきりと弧を描いている刀傷が見えた五日ほど前 江戸からお触れがきの回ってきた長州毛利家の脱藩者宇土の幸太郎の人相にそのままである七兵衛は一度通り過ぎてからすぐまた小走りに戻ってくると店の軒先へふと目をやったという見ごなしで「宇土の様ではございませんか」と声をかけた河童も傘もすぐ脱げる右手はすでに懐の鳥縄を握っていた。 不意に声をかけられてひょいっと振り返った鵜の幸太郎は一目で相手の格好を怪しいと見たこの雪に諏訪ら蕨は神女簿のこしらえではないのぞき込んだ身構えにはもうちょぼの餌を狙う殺気がある人違いではないか幸太郎は冷ややかに言った拙者は橋本哲三というがはて それでは宇の様は様どううなすったのだろう是非ともお果たし申さなくてはならぬ手紙を持ってきたのだが七兵衛はいかにも落胆した呼ぼで道の方へ振り返ったがその動作は攻撃のためのものだったちょうど小女が甘酒の盆を持って出てくる孝太郎がそれを受け取ろうとして右手を伸ばした時。 七兵衛の小柄な体がつぶてのように襲いかかりビュッという音とともに光太郎の右手を取り縄がしかと締め付けていた二の三何をする光太郎は右の手首を引かせたまま左手で脇差しの束袋を取っていたウドの光太郎と睨んだ神妙にしろ人違いだと申すに言うな神妙にしろ七兵衛は縄をさばきながら ギギラギラと両眼も光らせた。早縄では名手と名を取った七兵衛である相手の体の一端へ縄を噛みつかせた以上は千に一つも失敗したことがないわからぬ男だ違うというのに孝太郎はすっと将棋から立った七兵衛は居合腰のまま縄を張ってつつと下がる孝太郎は茶店の軒を出ると 手首の縄をその左手でつかもうとしたそのつ那に七兵衛の手からビュッと風を切ってまるで生き物の予防に縄の他の一端が飛び出した滝にふんがついているこれは相手の隙を狙って首へ巻きつけるものだ手首の縄をつかもうとする幸太郎の体は隙だらけに見えたしかし風を切るふん縄は空に流れ と雪煙が立つとともに七兵衛は切り離された縄の半分を掴んで「おっ!」と叫びながら雪の中へ点とぼした孝太郎は右手に抜いた脇差しもそのまま見向きもせず橋を渡って走り去った倒れた七兵衛は雪をかみながら起き上がろうと焦ったそしてやっと半身を起こすと体の下になっていた雪が赤く染まっているのを見た 埋梅木とと共に懐の十手もつかみ出したが力が抜けてダッと伏した「畜生」「鵜殿の畜生」ほんの30秒とかからぬ出来事である足のかなにはまだ宇鵜の幸太郎の走り去る姿が見えていた七兵衛が十手もつかんで打ち伏した時四五軒先のまんじゅう屋の横から金太が飛び出してきた「チョン!」叫びながら 父のそばへはせよった金太は、吹雪の中に薄れてゆく幸太郎の姿をにらむといきなり父親の手からじってを奪い取り、「はぁっ敵は撃ってくるぜ!」言い捨てて走り出した。幸太郎は走りながら、脇差しに拭いをかけて収め、かっぱの紐を解いて頭からかぶった。傘を茶茶店を置いてきたのである。橋を渡って2丁余り走ったと思うとき。 後ろからふいに袴越しへガっと抱きつかれた「へいっ!」「いをひねって振り返る」「はっ!」「道の上へ犬ころのようにてんとぼしたのは意外にも少年であった」「なんだお前は!」「はっさっきの坊やではないか!」「どうしたのと金太は雪まみれのまま丸く身をすくめ浮き出した歯の間から荒く息を吐きながら」 たった一つの目でかみつくよぼに幸太郎をにらみ上げた小さな体がはじけ飛ぶ前の爆薬のよぼな殺気を見せているお前じって思ってるなこようだ叫びながらパッと踊りかかる金太幸太郎は身をひねって少年の利き腕もつかみぐいと抱き寄せるよぼにしながらそうか坊やのとっさんだったのか今の男は離せ よく聞くんだ、坊や。幸太郎は優しく言った。おじさんはな、お国のために働かなければならない大切な体だ。坊やはまだ子供で何もわかるまいが、大きくなれば、おじさんのしたことが間違いではなかったとわかるだろう。じってなどを振り回すのはやめて、早くとっさんを医者にでも連れて行くがよい。とっさんは朝出だぞ。 離せチせショ金太はガブッと光太郎の手に刃を立てたしかしそれより早く手を逆に回され足を払われたので再び雪の中へまりのように消し飛んだすぐに羽を切ると光太郎はカッパをなびかせながら走ってゆく「はてこようだ!」金太はじってを持ちなぼし正面から吹きつける雪の中を丸くなってぼった「うどの ようだ待て叫び声にも見ごなしにも少年とは思えぬひたむきの情熱があった相手が父の七兵衛ですらかなわない人間だということも自分は実手を持つのさえ重く感じている子供だということもまるで考えの中に入らないらしいこいつはちゃんがお縄にしようとしたやつなんだだからおいらがお縄にするんだ そう思う思に何も,もないのだ。孝太郎は少年の叫び声を吹雪の中にだんだんと引き離しながら走り続けた薄れてゆくに従ってその叫び声ははぐれた親を求めてなく子供の呼び声のように悲しく聞こえた「二の四平の城下から北へ二重里足らず行くと」。 への宿がある。ここも3日前からの雪で吹きだまりのところは2尺余りも積もったがその朝はどうやら雲が切れて青空も見えこぼれ日の光が雪に映って目に痛いようだ四つ時午前10時少し前一丁の早籠が街道を下って宿へ入ると町の中ほどにある 柏屋という宿屋の前で泊まり中から旅自宅の若い武士が現れて店先へ入っていった足を洗うとそのまま2階へ上がり「ごめん」と言って一間の障子を開けた部屋の中には5人の武士と167になる武家の娘とが日よけを囲んでいた萩井中也とその妹菊花秋田警察。 ウイクラノスケ、ヤナイコウヘ入ってきたのは、瀬沼マ・キュみんな、毛利家、江戸詰めの死である。ウドのを見つけた。キュウは座りながら言った。安政三天愚。その第七回、二の四、途中まで。二千二十一年八月十三日。